高寺より、飛鳥前景飛鳥は、かつて、大和国高市郡にあった地域である。現在の奈良県高市郡飛鳥村大字、飛鳥周辺を指した。上記の他に、河内国安宿郡に、現在の大阪府羽曳野市及び太子町あたりを指した、飛鳥という地名があり、両者を区別するために、河内国の飛鳥は、地活飛鳥、川内飛鳥と呼ばれ、大和国の飛鳥は、東津、飛鳥、大和飛鳥と呼ばれる。この場合の、近津、遠津は、かつて都があった、難波宮から見て、近いかと遠いかによるとする説もある。現在では、単に、飛鳥といった場合には、大阪府の飛鳥ではなく、奈良県の飛鳥を指すのが一般的である。したがって、ここでは、奈良県の飛鳥について記述している。古い時代においての未公的名称であったのではなく、近年においても1956年の合併によって、飛鳥村が生まれるまではこの地域に飛鳥村があり、地方自治体の名称として飛鳥は存在した。また、現在においても飛鳥村の大字として飛鳥という地名は存在している。また、万葉集において登場する奈良県の地名は、総数約900に上るが、そのうち1、4は飛鳥に集中している。誰しもが、大和の万葉集ゆかりの地を訪ねようとすれば、おのずと、飛鳥を訪れると言っても過言ではない。飛鳥という読みの語源については、外来語由来説、地形名称由来説などがあるがはっきりとしたことは分かっていない。飛鳥の漢字を和訓に当てている由来として、以下の説がある。飛鳥時代当時に、飛鳥と称されていた地域は、飛鳥盆地を中心として飛鳥川の東側に、当たるあまり広くないところと考えられている。今日では、飛鳥川の上流や下流、さらには、飛鳥時代には、日の熊と称された高取川流域地域までを含み、行政区域的には、飛鳥村一帯、あるいは人によってはその近隣までを含んで、飛鳥と指し示すこともある。さらに藤原啓の発掘調査の結果、藤原啓は想定以上に広い範囲に及んで、その南端は、飛鳥の北部地域を含む可能性が指摘され、藤原啓も本来は、啓としては、飛鳥との連続性を持つ地域であったとみられ、後に、情報性の整備とともに独立した空間として、確立されたと考えられている。この飛鳥には、天皇の宮が置かれたことが多く、推古天皇が、崇春5年の豊浦宮での即位から、持統天皇8年の藤原啓への移転までの、約100年間を日本の歴史の時代区分として飛鳥時代と称している。また、長らく日本の政治、文化の中心地であったので、宮殿や豪族の邸宅などが立ち並び、帰化系の人々もだんだんと付近に居住するようになり、中でも後に有力士族に成長した、安知臣を始祖とする大和のあやしが早くから飛鳥に近い、日の熊に居を構えていた。6世紀半ばには、飛鳥周辺に仏教が伝来して文化が発達していった。7世紀には、飛鳥は古代日本の政治と文化の中心地となり、都市機能の整備が行われるなど、旧都の様相を呈していたので、和京もしくは飛鳥系とも呼ばれていた。飛鳥時代には、豊浦宮が飛鳥の西方、飛鳥川を挟んだ対岸に置かれた。また、昇魂殿宮は、飛鳥の北側の昇魂殿と称される地域にあったとされている。そのため、厳密には、飛鳥に置かれた宮ではない。豊浦宮は、豪族の邸宅を利用していたと推定されており、隋の使者が往来するようになると昇魂殿宮を造営して、603年、推古天皇が遷宮している。これは、外国の使者の供応にふさわしい宮殿が必要に、なったのだろうと推測されている。また、古事記に記される、陰陽天皇の遠飛鳥宮、日本書紀に記される、建造天皇の近飛鳥八釣宮については、前者がこの地で後者が川内飛鳥とする説、前者が河内飛鳥で後者がこの地とする説、両者ともに川内飛鳥とする説とがある。なお、斉明と天武の間の天智天皇、光文天皇の両代では、飛鳥を離れ近江大津に、近江宮が置かれた。AB 犬飼隆、海底審判万葉の旅情、平凡社ライブラリー、初版、P66。ISBN 97845億82764833。2010年8月14日閲覧。ABCDEFGHIJ アスカとアスカの由来アスカのよもやま話言葉んくとぶとりの北村正樹、平城京成立史論、吉川博文館、2013年、ISBN 978-4-64204610-7ピアニッシモ、18-20網、深夜、平安京造営と古代律令国家花輪書房、2011年、ISBN 978-4-8273-12447ピアニッシモ、28-35。ありがとうございます。